よく見ちゃった。どうも、藤村哲平です。よろしくお願いします。お願いします。自己紹介してもいいですか？うん。こんなところでやるんですね。なんか、もっといいところでやることないんですか？君はいろんな恋愛をしてきたタイプでしょ。わかります。どんな恋愛してきたの？そうですね、いろいろしてきたんですけど。さっきから授業内容聞いてませんけど。あ、君はキャンパスベンチャーコンテストで優勝した鶴田雄介です。僕の授業の話を聞いてください。おかしいだろ、いきなり入ってきてプレゼンって。痛いやつだと思いませんか？社長、いきなり申し訳ない。でもチャンスは順番待ちしてたら回ってこない。確かに痛い。でも痛さと才能は紙一重で、痛さが才能になる時だってある。俺の来るところじゃなかったら誰の来るところなんですか？